ベスページ支線とはかつて、現在のロンコンコマ支線とセントラル支線の分割点から機体向けて約1プラス3、4マイル走行し、現在のニューヨーク州オールド、ベスページまでを結んでいたロングアイランド鉄道の支線である。この支線は主に、アレクサンダー・ターニー・スチュアートの現地の連が製造工場に便利を図るために、 当初ロングアイランドセントラル鉄道によって1873年6月に建設された。そのため彼はニューヨーク州ガーデンシティの計画都市を建設している彼のプロジェクトのためにレンガを配送できた。そのレンガ工場付近のいくつかのピクルス工場もその路線を貨物を輸送するために使用した。旅客扱いは当初の計画の一部ではなかったにもかかわらず、 旅客用の停車駅が一つその支線の各末端部に設置された。その支線の北の終点にあった旅客用の停車駅はベスページと呼ばれ、現在のワインディングロードとバトルローの交差点付近にあった。ベスページジャンクションと呼ばれた南端の停車場もまた乗り換え駅であった。ベスページジャンクションからクラリーの列車は北に進み、ベスページへ行ったり、 南東へ進みバビロンやその向こうへ行ったりした。クラリーの列車は西へ進み、ガーデンシティへ向かったが、エライダブリハーの列車は西へ進み、ジャマイカへ向かったり、東へ進み、ロンコンコマへ向かったりした。その視線をハンティントンへ向けて北へ延伸する提案は、1876年のクラリーとエライダブリハーの合併後に破棄された。1909年5月24日から即戦に指定され、 ベスページ支線は1942年11月10日に廃止された。ありがとうございます。